13世紀のガンベソンの描写ポーランドの歴史再現、ギャンベゾンとはパッド入り防御ジャケットである。プレートアーマーや鎧と共に着てスレーや衝撃を吸収したり分けて着用したりする。キルティングと呼ばれる縫製技術で製造される。素材は通常ウールなどで作られ、詰め物には布切れや馬の毛など様々である。14世紀の絵には前面に ボタンやレースが書かれている。アーミングダブレットは特に15世紀から16世紀のヨーロッパのプレートアーマーの鎧の下に着用され、プレートを取り付けるためのアーミングポイントが付属した。15世紀の例ではプレートで覆われていない場所の保護用に肘と脇の下にガセットが縫い付けられていた。ドイツのゴシックアーマー用。 アーミングダブレットは上部の太ももまで伸びていた可能性があるイタリアのホワイトアーマーダブレットより短かった。15世紀後半のイタリアではアーミングダブレットについていたプレートを止めるアーミングポイントと呼ばれる日本ペアの結び紐が騎士道の雰囲気を与えることから民間人のファッションに取り入れられた。キルティングレザーのオープンジャケットとズボンは紀元前4世紀以前のスキタイ機兵によって 着用されていたことが、ギリシア人の金細工職人が制作した、スキタイの金の装飾品に見られる。ヨーロッパでのギャンベゾンの歴史は、少なくとも10世紀後半まで追跡することができるが、それ以前にも使用されていた可能性が考えられる。ありがとうございます。